はい、皆さんこんにちは、ワナルグリグシです。今回はファミスタクライマックス、ドリームペナントを続きをやっていきましょう。ドラゴンズとの3連戦ですね。実は操作にだいぶようやく慣れてきた、とはいえ下手くそプレイだというご指摘をいただいているんですが、ゴールデンウィーク期間中ですね、ちょっと旅行に行っていた関係で、少しプレイから遠ざかっていたので不安しかないんですが、今日の先発は杉内ですね。早速プレイの方していきましょう。でですね、どうやらドリームペナント1周目はですね、何をやってもどうにもならんというのがあるみたいなので、1周目はこのままね、普通にというのかな、プレイの方はさせていただいて、で、できればですね、2周目、3周目あたりは自分でプレイを進めておいて、4周目あたりからですね、選手がおそらく揃ってくるんじゃないかと、いわゆる金カードみたいなものも増えてくるんじゃないかと思いますので、1周目はちょっとこのままね、しょぼいプレイ、しょぼいカードでお付き合いをいただかなきゃいけないんですが、その後に関しては、少しね、プレイの方を見せるプレイ、見せる選手みたいな形でね、やっていければいいかなとも思っていますんで、そのあたりね、ぜひぜひご期待いただければなというふうに思っています。なので、繰り返しになりますが、1周目、今ご覧いただいている1周目に関しては、このままプレイの方を続けさせていただいて、2周目、3周目は、僕の方でね、プレイの方を進めておきますと。で、3周目、終わって4周目に入ろうかという段階になったら、いよいよ、金カードをふんだんに使ったデッキでプレイができればいいかなというふうに思っています。で、ちょっとね、ピンチを迎えていますが、なんとかここは0点で抑えたいな、初回だし。うわ、後ろにボールを逸らしてしまった。タイムリーツーベースですね。ちょっとここはもうここでしっかり森野を打ち取りたいところですけど。よし、空振り三振ですね。これで2アウト。で、松井裕介。この松井裕介もなんとか打ち取りたいところではあるんですが。これは、センター落下点。最少失点の1失点でしのげたので、よしとしましょう。で、先頭打者、堂上。で、大島唯一のパワー B ですからね。ただここはライトの落下点で、こっからちょっとね、現状のジャイアンツ打線、少し打線のパンチ力が落ちてくるんですよね。で、ここはエンドを迎えてますが、総力が B か。あんまり出したくないけどな。ここは一塁線を抜かれてしまいましたね。ノーアウトからランナーが二塁。で、阿部か。ここ、阿部に関して言うとどうだ？そんなに警戒する選手じゃなさそうだけど。ここがバックネットですね。これもバックネットかな。バックネットですね。最後はスローボール。これで空振り三振。セカンドゴロに木下を打ち取って、ピッチャーの小笠原。ここはね、確実に抑えたい。ナイスプレー。今のどうだろう、入ってたのかな、それともそれてたのか、ちょっと微妙な当たりでしたけどね。ここは初球を打ってショートゴロで、小林誠司か。この後の杉内のところではどうしても負けてる、この状況を見る限り出さざるを得ないからな。代打を送っていきましょう。で、代打で誰を出すかですが、ここは天谷かな、調子も良さそうだし、天谷を送りましょう、代打で。で、強振の連発でいいよな、もう3回だし。いやー、
チェンジアップだな、今のボールは。これはダメだな、取られるね。これでツーアウトで、荻野。まあ、荻野はね、ホームラン2本、まあ、実はこのホームラン2本、見ていただいている方、知ってるかもしれないですけど、ランニングホームランですからね、2本とも。小林は足が遅いな。今ね、打撃不振に陥ってる小林誠司ですけどね、リアルな方の話をしてます。ゲームセットか、ちょっと試合感が戻ってないかなって感じでしたね。ゴールデンウィークはね、アメリカの方に旅行に行っていて、まあさすがにね、ちょっとね、一人で、タイに遊びに行くときは、ゲームとゲームの収録機材持っていくんですけど、奥さんと一緒にアメリカに行って、そこでゲームを収録するなんかしてると怒られそうなんで、さすがにね、DS も含めて全部置いていったので、ちょっとね、試合感が戻ってまだないですが、さあ、では次の試合に進んでいきましょう。ピノが出てきて、盗塁を2回以上勝利するとボーナスがもらえるよということですね。まあ、これ荻野頼みだな。荻野が、シングルヒットで、出てくれれば荻野で盗塁を決められるかなという感じですね。で、今までファミダスをね、結構その、まあ一回一回引くようにしてたんですけど、ファミダスはね、もう貯めます。ショップでいいカードを買うために貯めると。うわー、荻野は初球を打ってショートライナーか。なんとかね、出てほしかったんですけどね、一塁に。そうすると盗塁が決めやすい。で、岡島だ。どうだ、これはでかい当たりだけど、よし、これは三塁までいけるぞ。ツーアウトながらスリーベースが出て、ランナー三塁で、どの上はダメか。そして今回はなんとなんと、うちのエース今村じゃないか。今村はね、もううちの中ではもう間違いなくエースですからね。魔球フォーク持ち、追い込んだらもうね、フォークの連発で仕留めるっていうね。ここもスローボール気味のフォークで、落ちるボールで空振り三振。今村に関してはもう一軍で全然通用するよな、うちのチームの起用方針からすると。あとはスタンドインのホームランがね、まだ1本も出てないですからね、それもそろそろ打ちたいんだけどな。お、大島2塁ギリギリだったな。で、吉川、これはボテボテだけど進塁打にはなる。で、大島は足がだいぶ遅いので、犠牲フライにしても結構飛ばさないと。バー、どうだ、間に合うか。戻れなかった。抜けてくれればっていう当たりだったんですけどね、ちょっと戻りきれませんでしたね。で、フォーク空振り、森野を空振りで仕留めた。森野が一番その警戒しなきゃいけないバッターかな、現状のドラゴンズ打線だと。まあ、今村は安定するな、やっぱり。で、小林誠司か。さっきも言いましたけど、小林は今リアルなプロ野球の方ではジャイアンツの中でかなり打線が、打率が悪いみたいですからね。ここはレフトフライに倒れて今村、今村はね、ちょっと続投させざるを得ないので、このまま行きましょう。おお、なんかいい感じで抜けたな、ボールが。あんなことをこのファミスタ以外ありえないプレーだな、今のは。で、荻野だ。これはダメだね。で、荒木、パワーは D か。
ただここはもう3回なので強振でいきましょう。あ、ストライク、今のストライクか、落ちきらなかった感じかな。ここはセカンドゴロでスリーアウト。この裏はね、抑えないと負けちゃいますからね、さよならになっちゃうので。先頭打者阿部を抑えて、キャッチャーの木下、なんとかね、今村に、うん、つけてあげたいんですけどね、勝利投手の権利を。そういう意味では今村まだスタミナがあるので、延長になってもまだ投げれるかなって感じですね。もうど真ん中に行ったけど見逃してくれた。で最後は野本を空振り三振。いやー、今村使いやすいわ、本当にこの出てるパラメーター以上に圧倒的に使いやすいですね。でクリーンナップからの打線なので、なんとかねここで1点取ってあげたい。岡島が出てくれた。で4番堂上、どうだ、これ初のスタンドインなんじゃないか。いやー届かないか、まあ、でもでもこれで先制点ですね。でさらに大島、もう1点入ってるとちょっと安心感出てくるんですけどね。なぜなぜホームに投げたんだ今のは。非常にありがたいけど。で山井が交代しますね。浅尾に変わったか。めっちゃ足速いな今のサート。ちょっと走塁のミスが出てしまいましたが、1点止まり。やーやだー、もう1点欲しいけどここは無理かな。ここは今村頼みになりますね。なんとか抑えてくれ。危ない危ない、かなりいい当たりをされたけど、まあ、ファールになってくれれば問題ないですからね。でだ、この落ちるボールは手を出してくれないか。出してくれないね。藤井が見てくるね。よし、ナイスプレー。なんとかね、追い込むところまで持っていければまだもう一球フォークが投げられるはずなので。がー、これはセカンドまで行かれるかな。行かれるね。これで1打同点か。しかも森野、怖いバッターだな。よし、ただここでスタミナがついに切れた。よっしゃー、危ない危ない。森野とか一発全然あるからな。完封、しかも延長を投げ切ってくれた今村。ちょっとねミッションにあったその盗塁に関してはね達成することができませんでしたが、まあ、勝つことが大事ですからね。さあイベントです。打撃陣が不調ですということで、ミートパワーがダウンか。いやー、打撃不振なんだからむしろ奮起するようなイベントが欲しかったな。まあ、再三お伝えしているように1周目はねもう基本今持っているこのカードのデッキで頑張るしかないだ。荻野は初球を打ってセカンドゴロ。荒木はピッチャーライナーで岡島。
これは抜けていくね。まあ、ただでさえ打撃が弱いこのチームでミートとパワーがダウンされるとね、まあ厳しいですよね。どの上がライト前にボールを運んで大島、これは切れるか、残れ、よし、よっしゃー、先制のタイムリーツーベースになりましたね。これも落ちるでしょう。サードまでいけるか、よし、サードまで行ったね。3点リード。今日の先発誰かちょっと見てなかったけど、もう2、3点入っておけばさすがにね、安心して最終戦を見てられるかな。今日の先発は高木隼人か。よくボール取ってくれたな。今センター前に抜けててもおかしくないような、結構強めのピッチャーゴロでしたけど、パワープロだと抜けてた可能性がありますね、今のボールは。さあこれでもう振ってくれないか。じゃあカットボールでどうだ。カットボールはスライダーほどやっぱり曲がらないからな。ギャー、これは綺麗にライト前に運ばれたな。できればゲッツーとかでしのぎたいけど、どうだ？にゃー、今のはセカンドに投げ、ちゃんと投げれてればセカンドで刺せたかなーっていう、そういうボールでしたが、ファーストに投げてしまったんで、どうしようもない。これは、切れていきますね。ワンアウト満塁になっちゃったねー。森野に運ばれて、で松井か、ここはきっちりだー、入るねー。タイムリーツーベースになるかな。2点タイムリーツーベース、1点差になっちゃったか。やっぱりねー、今村のフォークに慣れてると高木だとちょっと怖さが残るな。パラメーター的にはね、どう見ても高木の方が能力はご覧の通り高いんですけどね。さあ3対3同点に追いつかれて、小林からの2回の表の攻撃、これは初球を打ってセカンドゴロで、高木はまだね2回なんで、このまま続投させましょう。足が遅いな高木は、走力が F になってますけど。で、荻野もショートゴロに倒れて、この回は3人で攻撃を終了してますね。木下はセカンドゴロに打ち取って伊藤、まあ、投手なんでね、ここはどうしても打ち取りたいというところで、今ファーストとセカンドがちょうどね、どっちなんだ守備がっていう微妙なところでしたが、なんとか抑えることができて、この回も3人で攻撃を終わらせました。でこの回だよな、まだ強振8回打てるんで、この回は点を取りに行きましょう。荒木はピッチャーゴロ、岡島からだな。どうだ、これは抜けるぞ。しかも岡島の足ならサードはいけないかな。ちょっと危ないので2塁ストップにしましょう。で4番どの上、遅い球落ちきらなかったな。岡島の足なら帰ってこれるはずだ。何してるんだお前ら今のセンターとライトの動き何なんだって感じですけどね。でここで伊藤ノックアウトすることができて、山井が出てきたな。これも抜けるでしょう。よし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 、
ミートと投げ気が落ちている中ではありますけど、5点取りましたね、5点。で、吉川。で、高木はこの回は、もう降りてもらいましょう。で、西村健太郎、フォーク持ち。抑えエース。西村健太郎へとスイッチしていきます。2点リードであれば、まあ、少し安心はできるかな。にゃ抜かれてしまったな、一塁を。これはどうだ、セカンドは。セカンドに投げとけばさせたかなって感じだな。結構今のがこの今回だけでも多かったな。2回ほどありましたね、同じようなミスが。これは追いつけるか、追いつけないね、惜しいね。ただ追い込んだのは追い込んだので、フォーク。追い込んだらフォーク、追い込んだらフォーク。当たりはいいけどライトが落下点でスリーアウト。まあ打撃不振の中なんとか勝利できたな。ドリームペナント優勝、やった。なんとか1周目ドリームペナントは優勝で終えることができたので、先ほどからお伝えしている通り1周目はねこのままプレーをさせていただきました。で、2周目3周目に関しては勝手にプレーの方進めておく予定です。もしどうしてもね2周目3周目も、このダラダラプレイでもいいから見たいっていうご要望が多ければ、2周目3周目もね実況つけていきたいと思うんですが、もしねそういったご要望なければ2周目3周目に関しては僕の方でプレイを裏で進めておきます。で、4周目になったらですねまた実況していきたいなというふうに思いますので、もしですね2週目3週目もダラダラしてるこのプレーを見たいっていう方が、複数名、いらっしゃれば検討の方はね、させていただきたいというふうに思いますので、その他お気づきの点等を含めて、チャンネルのコメント欄、動画のコメント欄、もしくはツイッターの方に、コメントをお寄せいただければと思います。まあ、とはいえこの後ねクライマックスがまだ残ってますからね、クライマックスまではこのままプレーを続けていきます。で、強化キャンプね、まあ、強化キャンプもちろんやっていきましょう。で、デッキに関しては今見直すも何もないので、既存のデッキで進めていきましょう。まあ、やっぱりね金カードが欲しいですからね、やる以上は。今青カードしか持ってないので、なんとか金カードを1枚でも2枚でも手に入れていきたい。お、カードゲットだ。誰カード？岡本ね。に行ってちょっとなんかいいカードゲットしちゃおう。今 FP ポイントが7000ポイントか。たくさん買っちゃおうって言われてもな。いやーサムラとか欲しいけど13500は買えないよ。どの上の金カード
これは中日の弟の方かな。9000か。買えないな。うわ、阿部とか欲しい。新井とか欲しい。菊池とか欲しい。けど誰も買えないって感じか。残念だな。いや、見りゃわかるよ。なんかもうちょっと安い選手ないのかな。まあ、貯めとけばよかったと言われれば、それまでなんですけどね。さ、今回は7000で買えるのがあるかな。いやー、いらないわ。いらないね。金カードだったらね、いくらでも欲しいんですけどね。ここは5マス進んでカードをゲットしましょう。さあ、誰カードだ。メヒアか。パワー A プラー、嬉しいな。これいきなり4番候補だな、メヒア。んー、どうしようかな。5か6しかどっちにしても進めないから、チャレンジで F マス行くぐらいだったら、ここは消化したくないので、ファミダスポイント。1ポイントたりとももう消耗したくない。貯めとけよかったな、本当に。今更だけど。これでゴールか。高浜。高浜、堂林ね。さあ、ではこの後ね、ドリームファイナルプレイをしていきたいと思いますが、一旦ここで終わりにしてですね、ドリームファイナルの様子は次回一緒にプレイしていきたいと思います。というわけで今回はここまでにしたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また、動画の解説欄に Twitter のリンクも貼ってありますので、ぜひ Twitter のフォローもよろしくお願いいたします。